1万10円。それではお時間になりましたのでコースの方を始めさせていただきます。最初にコースの簡単な流れをご説明させていただきます。お手元のメニューをご覧ください。コースが全部で12品ございます。こちらに7杯のペアリングドリンクご用意しております。最初に一口サイズのスナックが4品出てまいりまして、そちらの方に1杯のドリンクご用意しております。5品目の、かぼちゃのパンダコッタからは1品に1杯ずつペアリングのドリンクご用意しております。最後にデザートが3品出てまいりまして、そちらの方にも1杯のペアリングご用意しております。ペアリングのドリンクですが、アルコールかノンアルコールをお選びいただけますので、順番にお伺いしてまいります。え、パイ重くじゃないですか。あ、作ったんですか。じゃあ、ほんまやけど。ほんまや。決定しでしょ。最初のスナックに合わせまして、シャンパーニュをお持ちしております。こちら、シャンパーニュの北部にあります、モンターニュのランス地区のシャンパーニュとなっておりまして、ベルジョロマリオンという生産者のシャンパーニュとなりますけれども、ブドウ品種が、ピノムニエとシャルドネ、ピノノワールの面となっておりまして、結構熟したリンゴのような甘やかな、アロマがありますけれども、味わいは異なる、味わいとなっておりますので、お次に出てまいります。スナックと一緒にお楽しみください。どうぞ。緊張で喉乾く。何の緊張なの。食事スタートする前にちょっとルラのご説明をしたいと思います。メニューの方ではルラって書いてありまして、こちらはバスク語で地球っていうんです。でその横にある小さな台ですね、その地球を回る小さな月をイメージしたロゴになってます。でメニューの方には12品ありまして、9割の野菜は全て京都の野菜を使います。こちら築130年、古いボロボロで町屋を完全にリフォームし、このようなオープンキッチンのデザインにしております。で、キッチンの中に一切ガスは通ってなく、調理はじゃあ釜と暖炉を使っております。釜の中では奈良の薪を使って、基本野菜などはじゃあの方で調理し、暖炉の方では桜の薪、山桜ですね、これを使って、魚と肉の方をこちらの方で調理しております。質問があれば何でも聞いてください。写真もどこでも撮っても大丈夫です。ここでも大丈夫です。お手洗いですね。人の中庭を出て奥の扉です。右側の奥の扉がお手洗いになっています。1個しかないです。手前の扉は裏の部屋になっています。日本語上手です。ここ見るとハーフなんです。あ、ハーフなの。失礼いたしますね。それではスナック最初の一試合になりまして、雇用した牡蠣の葉、その上には湯葉でできたタルトを添えてます。中には日本料理でよく使われる技法ですね、白和えという技法を使いまして、京都の生湯葉、その中には滋賀県産のフレッシュな牡蠣、干し柿ですね、そちらをごまのペーストと一緒に混ぜ合わせ、そして上の方ですね、こちらには銀杏薄くスライスいたしまして、パセリのオイルでマリネいたしまして、最後にはすだちの皮で香りをつけてます。こちら手をお使いいただいて一口でパクッと召し上げてください。どうぞ。絶対なくね、一口。いやもう失礼しますね。それではスナックの二品目になります。ブラジルのダンディーホータピオカ、スナックを用いたしておりまして、下のキューブ状のこちらフランスのミモレットというチーズとタピオカでできたフリットですね。上には青さのり、抹茶でできたパウダーをまぶしまして、真ん中には少しメリックになっているんですが、燻製した魚の骨、その香りを移したクリームを絞りまして、上にはフレッシュな北海道の生のウニ、自家製のカラスミを捨て仕上げてますね。こちらも先ほど同様、手をお使いいただいて、あったかいうちにどうぞ。はい、お次のスナックですね、こちらキノコのベニエになってまして、ベニエとはですね、アメリカのニューオーリンズの方でよく食べられる揚げドーナツのスナックのことでして、そちらの生地の中に4種類のキノコを混ぜまして、こちらのサイフォンという機械に入れて揚げております。こちらに入れて揚げることでですね、ガスを注入して揚げますので、その中がふっくらとサクサクに揚がれております。中身なんですが、松茸、マッシュルーム、エシャロット、弱火でじっくりとキウイ、デュクセルというキノコのペーストのようなものが中に入ってまして、揚げた後ですね、上から乾燥にしたポルチーニのパウダーと、少々見えづらいんですがクレメペスという酸味の効いたクリームを上から絞ってます。最後仕上げにですね、松茸をスライスしたものを上に添えております。そのまま手に持ってお召し上がりください。どうぞ。はい、それでは最後のスナックになりますね。4種目のスナックは福井県は敦賀半島の方で取れました聖子ガニのスナックになりまして、こちら下の方はブリオッシュ、こちらを聖子ガニ
出汁ですね、こちらを卵液に混ぜましてフレンチトーストで、仕上げさせていただいてます。その上にはカニのサラダ、こちらにはさまざまなハーブや、セコガニの卵などを混ぜましてサラダ仕立てにしてまして、その上にはピクルス、柚子、そしてキュウリで作りましたジュレ、そしてプルピエ、あとはおかひじきですね、サラダをつけてます。こちらも手を使っていただいて3口ぐらいで召し上げください。3口ぐらい、はい、3口ぐらいですよでも、いや、はい、それでは続いてのお料理になりますね、京都は伏見の方で取れましたマンジロー、ちょっとラグビーボールみたいな形をした大きなカオチョを使ったパンナコッタですね、お持ちいたしておりまして、ちょっと一見カオチョを使っているようには見えない空になっているんですが、2層になってございまして、上の層ですね、こちらは生ハム、鶏、ホタテなどを使いました合わせだし、そちらを素材が持つコラーゲンだけで固めたゼラチンのフィルム、そして上にはキャビアと昆布ですね、昆布を 3% の塩水につけてキャビアのように仕立てた、そしてその横お隣にはパンプキンシード、こちらの種でお作りしたフィルムですね、添えてます。周りにはクルミのオイルで仕上げてますね。こちらは一番端の小さい木のスプーンを使ってお召し上げください。どうぞ。サカゾメニューとのペアリングになります。今回はこのソースでも全体にこう青々とした緑の、プレートをお探しした形になりましたので、こちらと合わせまして、こちらのオーストリアの、マンディ&アンダルファーという男女ペアで作っている生産者になりまして、品種がブリューナーというブドウ品種の白ワインになります。ヴィンテージが2021年になりまして、若いヴィンテージになりますけれども、味わいとしましてはレモンですとかグレープフルーツ、青りんごのような爽やかなキュッとした香りと、ふくよかなミネラル、そしてこうお野菜のアスパラですとか緑の野菜、ハーブなんかの青々とした味わいがありまして、こちらがこの緑のソースなんかにすごく合いますので、一緒に楽しみください。はい、それでは続いてお魚を使ったコースですね、長崎や五島列島の大サワラを使いました一皿をお持ちいたしております。ソースが2種類ですね、ございまして、お魚の下に敷いてございますのはルーラのペストといいまして、ジェノベーゼというものですね、セリだったり、お使いいたしましたペストになってございまして、中には塩漬けにしたグースベリー、あとは若い状態で取ったグースベリー使ったんですね、こちらとあとは猿梨を一緒に混ぜまして、ソースを混ぜまして、その上には日々の方で焼き上げましたサワラですね、レアな状態で仕上げまして、最後には米わらで燻製をかけてサワラをつけてますね。そしてその上にはチヂミほうれん草、こちらもあちらのお切りの方で、高温でさっと焼き上げたので、こちらでお魚をカバーしまして、中にはフィンガーライムというライムと、上からこちらのソース2種類目ですね、春菊を使いました、ベースがムール貝お出汁で、使いましたソースですね。こちらカトラリーを使いただいてやってベースと使っているのはまた別か、西洋すぐりですね。西洋すぐり、北海道のすぐり早組みにしたものを冷凍保存と、10% の塩で塩漬けにするのが、ほう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 ナイフを木村さんにぴったりワイキングっぽい。はい、続いてのコースはお肉のコース、京都亀岡の方の七谷川の谷口鴨を使いまして、2階の方で21日間ドライエイジングしてから、このゆっくりと仕上げています。鴨の上にはレモンタイムっていうハーブで、秋なのでちょっと落ち葉をイメージした感じで、2年前のカシスの葉っぱをクルスにしていたものを上に乗せてもらいます。でなぜこの一品にカシスを使いたかったというよりは、このカメのダイエットがカシスを食べるダイエットなので、ソースの中にもカシスのカシスダイエットビーツで、カシスの葉っぱのオイルがすごい香りがいい葉っぱのオイルがかかってます。
で横にあるのが小さな焼き芋ですね。こちらの焼き芋の中には鴨の足の部分コンフィにしまして、紅はるかのさつまいもの色に合わせて小さなさつまいもの形に戻してから揚げてます。揚げまんじゅうみたいな食感で、この焼き芋の部分だけこう手で持っていただいて、京番茶の葉っぱを取り外して、まあ、そのまま食べるかソースをつけながら召し上がってください。どうぞ。オープンスープこんな感じ、そんな感じではないけど、すごい。はい、続いてのコースですね。こちらルラの野菜のメインで野菜しか乗っています。毎朝大原の方だと翌日の方にその日にこれで野菜シンプルに頭の釜の中で、ロースまして、塩だけで味付けしています。お皿全面的に出来たのがほうれん草でできたソースですね。で真ん中にあるこの肉の塊みたいなもの、こちらは6種類のさつまいもと2種類の洋梨をこうスライスにして重ねてローストしたものになる。で最後にかけていたこちらのソースが野菜だけです。26種類の野菜だけでできたデミグラスソースです。で釜野菜の上にはいろんなハーブだったり葉っぱとかの葉っぱ、苦い葉っぱだったり酸っぱい葉っぱ、あとピリピリとした葉っぱ、いろんなものが好きな野菜から召し上がってください。いやもう芸術だよ。さっき、はい、さっきもう一個聞いていいですか、これ最後、ノマで働いて、ま、なんかこうすごくためになったとか、今の自分のベースになっているものをもし最大で3個あげるとしたら、何が違う？最大で最大で、うん、1個で上げないといけない。働き方、うん、そのチームワークとかその働き方が一番、2番が、自然のものを、大量に使う、その旬の時に使う、ナチュラルな、でもう一つがその旬のものをその長い冬のために保存する。日本で旬のものは旬しか使わない。なるほど。でもコペンハーゲンとか北欧の方は冬がものすごく長いので、その春とか夏で出たものを保存して、それで冬を乗り越える。でうちらも季節ものはもちろん季節で使ってますけど、そのオフシーズンの時にこのサルナシだったりとかスクリだったりとか、その時に使える。これ発酵の技術か。そう、発酵とか冷凍庫っていう。北欧でも発酵の技術っていうか、発酵って考え方としてあるんですか？昔からあります。まあ、バイキングの時から。やっぱりそれは冬が長いから、冬がものすごく長い。なんか続いてのお料理がルーラの定番の締め料理、焼きおにぎりの茶漬けになりまして、そちらとのペアリングになります。今回 の、 あのスープはベジルですとか味わい、ちょっと和のテイストになっておりますので、こちらと合わせまして、日本酒と、お茶の、ブレンドの、ドリンクご用意いたしております。お茶の方がごぼう茶とヒマラヤの白茶と呼ばれるお茶とプーアル茶の生茶をブレンドいたしまして、そちらにこの日本酒、滋賀の仲間にあります、富田酒造さんの七本槍という名酒がありまして、その中でもキノアという木桶仕込み の、 あのちょっと木の香りのする、日本酒になっております。こちらをお茶とブレンドいたしまして、熱燗でご用意いたしております。締めのお料理と一緒に少しこうほっこり温かい気持ちになっていただければなと思います。はい、ではですね、ルーラの締め料理になります、焼きおにぎり茶漬けになってまして、今回ですね、かぶにフォーカスした一皿となってまして、お米にはですね、京都にあります祇園ですね、八並義平さんっていうところが、お米の産地と銘柄を5つ独自にブレンドいたしました沖縄かすみのお米を使用してまして、そちらのお米にですね、塩漬けにした柚子の皮と塩漬けにしたかぶの茎の部分ですね、を刻みまして混ぜ込んであります。上に見えます白いものがですね、小株を茶の釜の中でローストしたものになってまして、張ってるお出汁が、ローストした酵母、イーストですね、と紅味噌と合わせたお出汁に和食でよく使用する一番だしをミックスしたものになってます。で最後仕上げにですね、株の葉っぱの色をおかけします。香りが大変いいものになってますので、ぜひ香りから楽しんでいただいて、こちらの白いレンゲでお召し上がりください。
この後デザートになりますが、デザートはこちらのお席から入り口の方のテーブルのお席、私の方がいろりと呼んでいるスペースになりまして、こちらの方でこういろりを囲むような雰囲気でデザートの方をお召し上がりいただきます。こちらのお席の方にもお戻りになりませんので、お手荷物とよろしければお箸とメニューお持ち帰りいただけますので、お箸は使い捨てのお箸とでお置きいただきまして、こちらもお持ちになってご移動をお願いいたします。順番にご案内いたします。はい、それでは最初のデザートになりますね。アップルクランブルというデザートをモチーフしたデザートをお持ちいたしておりまして、下こちらにはですね、マルメロというフルーツですね、ちょっと仮に見た甘酸っぱいフルーツです。こちらをコンポートにいたしまして、温かい状態で仕込みまして、その上にはオーツ出てきましたクランブルですね、振りかけてます。そしてその上にはリンゴ出てきたアイスクリーム、その上にはレモンタイムとリンゴのジュースでお作りしたジュレですね。こちらは温かいコンポートと冷たいアイスクリームのコントラストを楽しんでいただくお料理になってますね。茶色い木のスプーンで召し上げてください。どうぞ。次のデザートですね、こちらチーズケーキからできましたアイスクリームになりまして、一番下にですね、焦がしバターの、クランブルを引きまして、その上にありますのがマスクチーズケーキになってきましたアイスクリームになってます。その上にありますちょっとひまわりの黄色い花ですね、こちらレモンが出てきた中入りになってまして、その上にですね、ドイツ産のスペシャルリザーブが付されたで、最後ですね、仕上げにソースなんですが、くるみのミルクとくるみのオイルが出てきたソースをおかけしております。そちらの黒い木のスプーンでお召し上がりください。どうぞ。カリカリですよ。お次はですね、こちら最後のデザートになります。ブラックドーナツが出てます。こちらお皿の上でですね、お写真など撮っていただいた後に、隣にあります丸い木のプレートにですね、手で写していただいて、そのまま手でお召し上がりください。ぜひ揚げたてですので、お早めにどうぞ。